グラニー、スミスアップルパイコーヒーは、ホームメイドスタイルのアップルパイ専門店。運営会社は株式会社ファン号。青森と長野の提携農家から直送される、国産リンゴをふんだんに使用した、アップルパイをメインに展開する、グラニー・スミスアップルパイコーヒー。ホームメイドスタイルのアップルパイ専門店として、2012年に、東京都世田谷区に、未宿店を開店。以降、 東京都、神奈川県、兵庫県の1と2県に10店舗を展開。グラニー・スミスの略称で親しまれている。店名は、青リンゴの品種、グラニー・スミスと、スミスおばあちゃんを意味する、グラニー・スミスから名付けられた。どこか懐かしい、おばあちゃんの味をコンセプトに、青森や長野などの契約農家から、直接仕入れる、産地直送のリンゴを使った、アップルパイをメインに、バリスタが入れる、 こだわりのコーヒーと共に提供している。グラニー・スミス・アップル・パイコーヒーストーリー・ジョージ約8種のアップル・パイを店頭で販売。通年で販売する定番4種類のほか、季節限定商品、各店舗だけの限定商品がラインナップ。一部、オンラインでも購入が可能。 https://granysmith-pi.com/.info.html、e. グラニースミス監修のカップスイーツアップルコブラーリンゴカスタードを2020年8月18日より関東地方のファミリーマート店舗にて発売 SNS などで話題となり品薄状態となる好評につきさらなるエリア拡大とリニューアルを経て 第2弾を2020年10月20日、第3弾を2020年12月1日より販売した。関東のファミリーマート6199店舗、関東、中部、関西、北陸、中国、四国のファミリーマート店舗計13162店舗。ありがとうございます。